こちらはね、ハスクバーナーのチェーンソーなんですけど、チェーンのね、潤滑状態を点検したいと思います。ちゃんとね、ここにハスクバーナーのね、チェーンソーの取説があります。日本語版です。でね、ここに潤滑状態を点検するにはということで、4分の3程度の出力で運転して、約20センチの高さでガイドバーを保持して、1分後に透明なオイルが出てきたら OK ということになるそうです。そうしましたら電源を入れます。で、カチッと、で、これ何もないところでね、20センチぐらいの高さで、4分の3程度で回転させるそうです。だんだん1分ぐらいすると、ここの地面に、オイルが跳ねてくるかどうか見てみます。はい、わかるでしょうか、ここ。はい、ここにね、オイルが出てきました。これでね、潤滑 OK です。こう1分ぐらい回すと、ここにうっすらね、潤滑オイルがね、出てくるということがわかります。そんな感じです。ですから、これは今詰まってないので、カバーを外して穴を掃除するようなことはなくて大丈夫です。自動的にこうやってオイルが出てくるってことが分かりました。以上です。ご視聴ありがとうございます。